はい、それでは日本第4契約会の西山です。今回は具体的な、まあ、個別の事例ではありますが、和歌山県の土砂災害の慰霊碑の発見と活用ということでお話しさせていただいています。共同研究者はここに書いている皆様です。今年2011年の東日本大震災から10年なんですが、まあ、同じ2011年9月和歌山県南部も、まあ、台風12号災害によって非常に大きな被害が出ています。でこの地域遡ると1953年の豪雨ですとか、まあ、明治の、いわゆる十津川災害というような、まあ、土砂災害がこれまで繰り返してきました。江戸時代以前になるとなかなか判別が難しいんですが、まあ、今回ご紹介する新宮市の事例ですと、まあ、江戸時代後期に起こったことを疑わせる、土砂災害を伝える碑が見つかりました。まあ、これを具体的にどうやって災害の伝承として生かしていくか、まあ、その試みをこの数年やってきた、まあ、その実例をご紹介したいと思います。で先ほども出てきましたが、自然災害伝承碑、紀伊半島で出してみますと、今回ご紹介する新宮市というのは、この熊野川の中流域にあります。で上流は奈良県十津川村ですが、まあ、ここは明治十津川災害の碑、それから2011年の碑がたくさんあります。その他、紀伊半島の南西部に行きますと、1953年の碑なんかも複数残っていたりします。さて、この歴史を遡ってみますと、2011年の災害の前の1953年、まあこれが平成と昭和の、まあ和歌山県では紀州大水害と言われます。で、その前の明治十津川水害も、まあ実際には十津川村が北海道に移住するということがよく知られていますが、まあ犠牲者から言うと和歌山県側の方がはるかに多かった。まあ明治の紀州大水害という言い方もできると思います。江戸時代以前になるとやはり難しいんですが、古文書の記録で1788年の災害の記録があります。これは那智の大滝の下が崩れて埋まったとか、周辺の村々が洪水で襲われて多数亡くなったという記録が残っています。で、まあ、この地域第4契約的に以前調査したことがあります。2011年に起こった土石流の渓流を調べてみると、まあ、2011年より古い時に流れてきた堆積物の中から、炭化物が出てきます。まあ、これですと、炭化物の年代測定をすることができて、まあ、木が死んでから何年経ったかがわかる。18世紀後半の渓流がたくさん出てきました。でこの方法だと、まあ、1788年と特定はできませんが、18世紀後半ということで強く疑われる。かつ、古文書の洪水記録はかなり離れた田辺市とか白浜町とか、紀伊半島の各地で出てくるので、まあ、広い範囲で起こった災害なんだろうなと思います。まあ、そういったことを踏まえた上で、今回ご紹介する熊野川町の事例ですが、ここもやはり2011年の土石流で被害を受けて、砂防堰堤ができた、そのすぐ横に、まあ、江戸時代の供養塔があるという場所です。背景は西の峰と昔呼ばれていた場所。で供養塔は中石水、土石流扇状地の上にあります。で地形図で見ると、地理院地図で見ると、石碑こういう場所にあります。裏の山の方が西の峰と呼んでいた。まあ、谷の出口に小型の土石流扇状地、中石水ができていて、まあ、その背後斜面にかなり急なところがあります。まあ、ここが崩れた土砂が流れてきたということが疑われます。で2011年の土石流は すぐ横を下ったというものです。まあ、等高線の地図だと分かりにくいかもしれませんので、もう一つ、この中石水とこの背景の斜面というのを、まあ、地理院地図のもう一つの方法で見てみます。傾斜量図というものですが、これだとこの、石碑のところが小型の中石水、扇状地になっていて、まあ、裏の方にこの急斜面があります。まあ、このうち何箇所からの渓流で、おそらく何回か土石流が繰り返すということが起こった、まあ、その下流に石碑があるんだろうと考えています。さて、で、こういった土砂災害がいつ起こったか、まあ、この伝承があって江戸時代というのが疑われるわけですが、その石碑の発見から数年後の様子です。2018年の様子。2013年に見つかった時はもっと草まみれだったようです。多少草刈りした状態がこれで、石碑、これで見ると、まあ、葉奥災害云々というふうにも見えます。この面はかなり見えますが、隣の側面だとだいぶ文字が傷んでて見えません。ただこのなんか潜水の器とか精霊の傍らとか、なんかいくつか文字がなんとなく読めます。で、共同研究者の父さんに読んでいただいた結果、まあこの碑を建立したのは地元のお医者さんで、文政4年の時に蔵を作ろうと土を掘り繰り返した時に器が出てきた。まあこれは、背後斜面が崩れて埋まったものであろうと。まあ、それでも叱るべき時が来たようだ。器をまるで割り符が合わさるかのようだ。というようなことが入っております。で2018年の時にはこの器って何だろうというのもよくわからず、またお墓もなかった、見つからなかったので、碑文がよくわかりませんでした。で翌年の、
草刈りでその器と思われるものが出てきました。手水鉢みたいなこういうやつです。それから隣に文政3年と書かれた墓石も出てきて、これでかなりこの碑文の謎が解けてきたというものです。さて災害の経緯から見て、先ほども1788年という、年から考えて、この供養する墓作ったのは33回忌にあたる。で、前年に作った墓の整地をしていたところ、この器が出てきた。まあ、これは背後の斜面の山崩れに由来するんだろうと直感した。まあ、なんで直感したかなんですが、さらに割り符が合わさるかのようだと驚いた理由としては、まあ、おそらく前の年に作った墓というのが、1788年災害の33回忌。これを混流、混流の、まあ、その原因は土砂災害ではない。翌年また今度は器が見つかったということで、まあ、本人がその偶然の巡り合わせに驚いたのではないかと、今というのが推論です。さて、こういった、慰霊碑と思われるものが出てきたんですが、2002年に撮られた写真で、もともとこの器が石塔の上に乗っていたということも分かりました。その後の杉の伐採でどうも、器が落ちて、草にまみれていた。まあ、それを2013年の時に気がつかれて調査が始まります。まあ、県立博物館とか県立文書館、教育委員会も含めて、碑文の解読、それから地元でこのどういうふうに記憶を伝承していくかという話し合いがされました。で、特にあの大阪で安政南海地震の日に、この毎年墨入れをするということに倣って、地域住民の皆さんでこの墨入れをして、後世に伝えていったらどうかということを具体的に動き始めました。で、2019年に、器の復元と墨入れの儀式、その後も例えば傷んできた石碑のレプリカを作ったそれに墨入れをするという行事を続けております。で、2019年に器を元通りに上げて、それから碑文のところに今墨入れをしております。まあ、こういった形で、後世に伝えていくための儀式を、まあ、毎年、災害の起こった9月にやっていこうということになっています。また、2019年では元通りにこの石碑を元に戻した後で、まあ、参列した地元の区長さんほか皆様によって、まあ、合唱の儀式もやりました。その後ですが、まあ、石碑が傷んできていることもあって 3D 画像を撮影して、まあ、あの画像処理をしてみました。で、この左にあるのがこの器なんですが、まあ、2002年にはこの状態にあった、まあ、ということは、まあ、安政南海地震とか昭和地震の時には不安定な石に見えるんですが、崩れ落ちずにこのまま、あったんだろうと思います。まあ、その後の経緯ですが、2020年には、まあ、地元で、供養塔の解説版を作っていただきました。まあ、さらに、新宮市役所で、右下にありますが、2分の1サイズのレプリカの展示儀式をやったり、それから、これ地元の区長さんですが、この墨入れの儀式というのをレプリカを使ってやる。まあ、これですと、もう、石碑が傷む心配もないということで、こういう活用もできるかと。まあ、実際にこれが墨入れを行った後の2分の1のレプリカでございます。で、ということで、まあ、この土砂災害の伝承というのを地域の防災に生かすための試みということをいくつか取り組んできました。まあ、ただやっぱり石材の風化というのがかなり進んだ面があって、碑文の一部読めなくなっています。まあ、それはあのデジタルアーカイブ等で保存するということも、この墨入れも含めて後世に伝える方法の一つかなと思います。まあ、残念ながらまだこの災害そのものが本当に1788年か、はい、という特定はまだできていません。はい、以上です。ありがとうございました。